よーし。なんだ？明智はいないな。早速始めましょう。パトカーも巡回してるし、長居できないわ。ナビに指導正義と国会議事堂までは入れた。あとは何と思っているか。国のてっぺんで富士山とか。該当しません。豪邸とか。該当しません。総理になってみんなを従える。学校。コロッセオのような闘技場か。宮殿。該当しません。全然ダメね。すぐ入れると思ったのに、呼ばない方が良かったかも。あ、もしかしてパレス丸ごとバリアでガードして。指導って認知科学の研究奪ったわけだろ。そこに特殊な技が書いてあるとか。そんなことできるの？さあどうだろうな。私の見たノートには書いてなかった。つか指導ってどんな人間だよ。ゆうべ軽く調べたんだが、いまいちピンとこなかった。あの人、多分議員さんだよね。聞いてみる。すみません、高校の新聞部の者なんですが、ちょっとお話いいですか？はい。指導議員ってどんな方なんですか？国会をどのように思ってるんでしょうか？国のために尽くすという姿勢ですね。皆の信頼を集めてらっしゃる。決断力と実行力に優れた立派な方ですよ。政治、君たち若者が住みよい未来を
作ってくれるでしょうね。模範解答。子供なんかに余計なこと言わないか。おい、あれ、トランシーバー。私たち？ヤバげじゃね？一度撤退しましょう。明日休みだし、早い時間から作戦会議で。ルブラン集合でいいよね。みんな一晩考えよう。怪盗団を名乗る悪党は滅びました。しかし、国民の皆様はまだ不安な日々をお送りでしょう。不祥事の連続で政治不信は増すばかり。私は国民の一人として。よく言うぜ。真に責任のある政治家とは何か。国のことを考えず私益で動くなど、もっての。明日選挙の公示だっつうのに、どこもかしこも指導万歳だ。みんな騙されすぎ。により没落しかけた国を救うには根本的な世直しが必要なのです。うざ。最後、ダイヤモンド鉱山。ダメね。何個外し。本当にバリアでもあるのかもな。だろ？喜ぶとこじゃない。議事堂までは分かってるのに。異世界ナビにキーワードね。マスター、テレビつけてくんない？指導が出てっかもだし。あいよ。明智五郎、すんました顔しやがって。では明智さん、一度メディアから身を引いたのは怪盗団を捕らえるための作戦。お騒がせしてすみませんでした。正直、彼らが人気絶頂の時にバッシングを口にするのは、実際ネットとかですごい叩かれましたし。その後怪盗団の風向きが悪くなった時、怪盗団は悪じゃないと言ったのも。あれは油断させるためです。プロファイリング知識の応用ってとこかな。よりどころをなくしたところで、一番敵だと思ってたやつが助け船を出す。これ恋愛とかの駆け引きと同じでしょ。なんであの人が正義の名探偵なの？っ
テレビやネットだけじゃねえ。新聞雑誌どこでも顔見るぜ。反対に怪盗お願いチャンネルの方は復活望むコメントとかまる。怪盗団は悪、指導や明智が正義。本当は逆さなのにね。メディア使った情報操作でしょ。明智には後で借りを返すとして、問題は指導だ。これまでパレスのキーワードを分からなかったことはあるの？双葉の時ね。双葉のこと知らなすぎて想像するしかなかったから。だったら指導に直接会ってみればよくね。無理でしょう、 SP や取り巻きに囲まれてるし。高校生がアポを取れるわけもないしな。大人っていや、そこに いえ、さすがに無理よ。それに危険すぎる手だわ。困ったね。騒がしいな。選挙か。ああ、今って選挙中だから。お騒がせしています。指導正義でございます。今、指導っつったよな。いったいった。てか今回はラッキーだろ。これならアポなしでも顔が。おい、リュウジは駅の方に走ってった。こっちだ、急げ。ところでお前、何かあったのか。さっき顔色が悪かったが。情報を取ってきてやれ。ちょっと、おい、指導さんよ。下がりなさい。ちょっと話がしてえだけだ。忙しいんだ。んだよ、市民の声聞くんじゃねえの。いい加減にしろ、ガキが。てめえ、前ホテルで会ったろ。エレベーターのとこでよ。急いでたら割り込みありかよ。何の話だ。バカ、やめなって。けどよ、こいつ。おいおい、悪ガキ、俺に逆らったらどうなるか思い知ることになるぞ。が変わったな。託児サービスでも始めたか。見せもんじゃねえんだ。薄
せろガキ。このガキ訴えてやる。なんだお前は。世間知らずのガキばかり、国の将来が心配だ。ガキは放っておけ、次の予定がある。クズが。あいつ生で見つ。それって確かお前が前言ってた同一人物？マジ？マジでか？本当なのね。あの指導がお前の仇？なんてこった。マジなのかよそれ。行こう。指導が君をはめた張本人？どういう星の巡り合わせだ。なんて因縁。指導は認知研究にも噛んでたわけだろ。偶然じゃ片付けられないぞ。どうなってんだったく。それじゃ指導は当時もう政治家だったのに、子供の彼をわざわざ提訴して自分の名前が出ないように工作が必要だったはず。いえ、その前に被害者の女性に嘘の証言の強要が。何だってやりかね。警察署内で暗殺を企てた男だぞ。立てつく奴は虫一匹でも潰しきらないと気が済まない。昔からのあいつの性分だ。神聖のクソだな。何が時代を担う子供だ。やってやがること真逆じゃねえか。でも相手分かったんだし、なんとかならないの？一度罪が確定してしまった以上、覆すのは難しいわね。指導が罪を認めて、しかも無罪の確たる証拠が提示されて、ようやく。とにかく改心させるほかない。それにしても指導って表と裏が全然違うわね。二枚舌どころか全然別人。世界一の国なんて吹聴してるけど、どんなこと想像しているのかしら。あの男はな、上昇志向の塊なんだ。弱者なんて踏み台程度にしか思っちゃいねえ。自分をエリート扱いして他人を見下す、最低じゃん。この調子じゃ例の議事堂を何と思っているかというキーワードの件もろくな答えじゃないな。政治とはかけ離れた自分勝手な何かでしょうね。あんな人早く成敗しなきゃ。明日の放課後もう一回議事堂行こうぜ。今度は当たる気がする。つか当てる。迷っていても始まらない。やるしかないわね。Grasping
警備員に怪しまれたから長居できないわよ。でも未だにやっぱバリアか。昨日の意気込みはどこへ行った？うるせえ、勝負は2アウトからなんだよ。無駄話はいいから。国民のことは二の次、自分や取り巻きが良ければいい。他人を踏み潰してでも総理になりたい。トミー、金持ち。おい、あいつから聞いたことで何か思いつかないか。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。舵取り？ダメそうだな。ヒットしました。もしかして、はあ、議事堂が船？それどんな景色？国会議事堂は陸の上にあ、まるで想像つかない。まあ、ともかくバリアとかはなさそうだな。うっせえ、とっとと入んぞ。警備の目は大丈夫だな。念のため壁に身を寄せろ。じゃあやってくれ。ナビゲーションを開始します。うん。
ちょっと待って。なあ、そっちはどう？何かいる？いや、いたって普通だ。チェックしてみる。ん？なんだこれ。どうした、双葉？双葉？なんだ？なんじゃこりゃ！何が子供が誇れる国だ。頭ん中じゃ沈没してやがるじゃねえか。こんな奴がトップに立ったらマジ終わりだろ。バカバカしいにも程がある。明智も明智だ。この景色、奴は見たことがあるはず。彼どういうつもりなのかしら。名誉か、単純に報酬なのか、何にせよこんな人のせいでお父様は。国じゃなくて指導を沈没させるべき。歪みの中心地だけじゃなく国全部が水没してるパレス、こんなとてつもない欲望を持つ人間がいるもんなのか。気をつけろ、今までとは一味も二味も違う。絶対お宝奪ってやる。よっしゃ。選挙の前日、12月17日までに決着つけないと。攻略開始だ。はめてくれやがった。礼をしてやろうぜ。てか、
やめ。別れ足りねえってか。やめ。
そこか。みんなお疲れさんだ。いい技だ。さて終了ね。ヒット！いいぞクイーン！
でけえ扉怪しいだろう。カードキー刺すみたいな穴ある。すげえ、5個もある。賛成475人、反対0。何か聞こえるぞ。犯罪者逮捕のため本案は全会一致を持って原案通り。シドの声か。可決、何やってんだ。ここが見た目通り議事堂なら、最深部にあるのは本会議場でしょうね。本会議場？ニュースでよく映る大きなホールよ。ああ、あれな。了解。指導が何を提言しても反対ゼロで満場一致。多分そんな無意味な味方ばかり入れて好き勝手しているのね。入るにはどうすればいいんだ。カードキーを見つければいいのか。指導の取り巻きになるとか、忠誠を誓うとか、そういう資格が必要なのかもな。要は味方の証明がいるってことか。切り替え早いわけど、資格ってなんだ。聞いてみる？船にいるお客さんに。その発想はなかった。聞くのは悪くないんじゃないか。ここの客は指導が考えてる認知症のそいつだ。確かに一理あった。だがあくまでもここの主は非道な指導正義だ。そっか、そうだよ。もちろん覚悟は必要だけど、話くらいできるんじゃないか。
この船は多分生き残る価値をシドウが認めた奴らだけ乗せてる箱舟。それなら話もできんバカは乗ってないだろう。情報収集くらいは期待していいかも。それにみんな仮面で仮装してるの。誰も他人に素顔なんて見せてないと思ってんだろうぜ。自分ならみんな手分けして聞き込みを。さてと、しかし驚いたな、このパレス。認知症のお客がどいつも本当に人間そのものだ。前のカジノも見た目は結構リアルだったが、今回の客は正直話した程度じゃ見分け。確かにな。主の観察眼や洞察力がずば抜けてるってこった。シド、強敵だな。ビビんなって。
別にビビってねえ。普通に話せんなら作戦立てやすいって思っただけだ。よし、各自が集めてきた情報を。おお、なるほどな。そうね。どうやら聞いてくれ。聞いて聞いて。グフフ。よく聞け。5人分のプロフィールとか頭入んねえ。私も2人目くらいまでしか。ジョーカーどう？相手は5人。政治家の大江、旧家族、テレビ局社長、IT 企業社長、あとトラブ、そいつらからお墨付きをもらって紹介状的なカードキーを手に入れる。ただトラブル処理役だけは他の4人が片付いてからだったな。すごっ、さすが天才児。 VIP の情報がわからなくなったら双葉に確認しましょう。なら、ちゃちゃっとやっつけてこうぜ。ねえ。
waiting all along. Complacent while I'm on the road. Without the woods. Without a sign. Without grasping. Oi! The real question to be asked. Where have I been? I'm a chef. Sit to Ika. よ。はいはい、静かに。
よーし。Thank you.
さん、おう、ああ、おう、そうか、ありがたく思え、ことには尽くそうか。また来い。どうした？おう。ああ。よし、どれにすんだ？それ壊すんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ？あ？どうだ？お、それ気に入ったか？そうか。よし、どれにすんだ？やけに真面目な面してんな。あ、それいたずらに使うんじゃねえぞ。それ壊すんじゃねえぞ。あ、どうだ。ああ、おう、それいたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。やるか。